大阪芸大テレビ音楽祭、毎週大阪芸術大学グループのさまざまなイベント情報、学生や卒業生の活躍の様子をお届けしている大阪芸大テレビですが、その番組内に OUA ミュージックライブラリーというコーナーがあるのをご存知でしょうか。オーケストラ編成で送る優雅なクラシック音楽のステージや、学生や卒業生が制作したパワーあふれるオリジナル楽曲をライブ映像やミュージックビデオで紹介しています。今回の放送では、大阪芸大テレビ音楽祭サマーと題して、大阪芸術大学グループのコンサートやライブの中からえりすぐりのステージ映像をお届けいたします。ごまかせない瞬間、未来は叶うかな、届くかな。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。大阪芸大テレビ音楽祭、まずは大阪芸大演奏学科卒業生によって結成されたバンド、ラビレスファイヤーの日暮らしをお届けします。現在大阪芸大テレビのエンディングテーマとしてオンエア中の日暮らし、駆け抜ける激しいロックサウンドに乗せて旅立ちを描いた歌詞が印象的な楽曲です。結成当初のダビレスのメンバーが出演した卒業演奏会の映像とともにお届けいたします。それではどうぞ。私を惑わせる懐かしい香り、声風景探してさまよう、いつか手を引きながら歩く日暮れ、沈黙の中に日暮らしの声、うつむきながら歩く君の横顔が少し微笑んだ。さよならさよならありがとう、いつかまた出会う日が来るようにと、さよならさよなら別れの言葉を言えるよ、ここにいるよ君の夏よ、また会えるさ。まだ道は続いていくさ、いつか目に待って見てた君、この耳をからかう君から夏の匂い、幸はなけられた旅立ちの時、ここから全てまた始めよう。始めていこう。ラカン討ち取ったり。続いて昨年8月に行われた大阪芸術大学プロムナードコンサート2016から大阪芸術大学管弦楽団の演奏でスタジオジブリの映画楽曲より海の見える街をお届けします。バイオリンソリストは演奏学科教授の河合育子先生です。続いて「君を乗せて」をお届けします。トランペットソリストは演奏学科教授の橋爪智之先生です。大阪芸術大学夏の風物詩としておなじみのイベント、大阪芸術大学プロムナードコンサートを今年もご覧の日程で開催します。今年のテーマはシンフォニックシネマナイト。第1部ではポピュラー音楽コースの学生たちによるバンド演奏や OUA ビッグバンドによるパワフルなステージをお届け。そして第2部ではクラシックの名曲に加えて大ヒット映画から生まれた音楽の数々をオーケストラで演奏いたします。この演奏会に高校生以下の方を無料でご招待。大阪芸術大学のホームページからアクセスしていただき、専用のフォームよりお申し込みください。定員に達し次第締め切りとさせていただきますので、お早めのご予約をお願いいたします。皆さんもこの夏、総合芸術大学ならではのステージにぜひお越しください。大阪芸大テレビ音楽祭、皆さんいかがでしたか？今後もこの番組では大阪芸術大学から発信する音楽をどんどんお届けしていきますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。